凶悪化する犯罪社会、国家は警視庁最強の切り札として密かに7人の元犯罪者を選び出した。彼らの名はワイルドセブン。ここまでの処刑マシンに仕上げるのには金と時間がかかってる。マシンはマシンらしく生きてればいい。任務は確実に遂行しろ。お前ら全員退治する。特殊なウイルスが盗み出されたと報告が入った。致死率 90% 以上。しかしそれは国家による陰謀の始まりに過ぎなかった。私は国家の最重要機密を握っている。桐生君が手にしているパンドラの箱は絶対に開けてはならない。国家のためだ。そいつは私の家族を殺した、私から全てを奪った男。私を止めるには殺すしかないよ。俺たちが退治しなきゃならない野郎だ。悪が滅びることはありませんよ。悪と共存して生きていくしかないんですよ。結局最後は犯罪者かや。元に戻るだけのことだ。行くぞ。なんで私だけ生き残ったんだろう。君に倒せる相手じゃない。君は生きてくれ。ここは俺に任せろ。行け早く。蜂の巣だろうが八つ咲きだろうが、この引き金だけは引いてやるよ。ワイルドセブン。